日付2024年10月27日19時18分、えー、野球の試合中なんですけども、えー、昨日、えー、試合の合間に寝転びました今日も、えー、寝転びました時刻を記載していますでこの文章ある程度まで記載した内容今日試合が始まる前に消されてるんですよ先ほどパソコン開いた時に確認したんですけどもあの、まあ、今日何時から何時の間、えー、横になりうとうとしたい いいたのでですすがっててうこことを記載してるんですけどもこれね電波でごちゃ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 言ってきて、えー、夜寝させないようにするで、えー、睡眠不足にすさせるで寝転んだことを理由にして買ってるような気がするんです昨日も一回寝転んでるんですよだからちょっとあのこのルールはむちゃくちゃすぎますねだから人 だから私の母親も74歳という若い年齢で、えー、亡くなっているんですけども、だからそれで人を殺してしまっているんですよ。だからまあ、その辺のところで、えー、何が起きているかっていうことを、まあ、しっかりと皆さんでご理解していただきたいなと思います。で、試合の途中で。 1>, 1回の段階で、えー、横浜 d n a の選手が、えー、負けと、えー、言っている人たちが何人かいました。未来の時間軸から声が聞こえてきていてということであれば、コンピューターの稼働の仕方自体がソフトバンクイコール、えー、IT 関係、優、え、位、ー、な内容で設定されている可能性があります。で昨日の試合も頭の中を渡し,していたり、今日の試合で頭の中を渡し,している状態を えー、昨日の VTR を流すことによって画面にですよソフトバンクの選手が打つ瞬間とか映るわけじゃないですかそこへ行ってる可能性があるんですよだからコンピューターの仕組みとか、えー、でどうとでもなるのと今日の私の方の動画で公開した内容を言ってる内容を聞いてもらったら分かる通りあのー だからそのコンピューターの使用による過度な優位性っていうところで、他の法律がすべて無視されている、今までワールド・ベースフール・クラシックなどを買ってきた淡井圭介があってこそ、買ってきたその分の支払い、スポーツ業界、まあ、サッカー界もそうですけども、どこもお金払っていません。で この仕組み、さらにもっと深く踏み込むと、行政自体がその内容を、えー、放置してしまっている、もう何理由かわからなくなるというよりも、もう物事がめちゃくちゃ過ぎて、えー、多分私の母親以外の人も若い年齢で殺されてると思います、睡眠不足にさせられて、あの状態だったら寝れないです、本当に。で、 ま、そうですね。今後の対応の仕方として、えー、このめちゃくちゃなルールはやめときましょう。あのー、世界のルール法律で、えー、世界保健機構、えー、WHO というものがあります。えー、そこでも、えー、しっかり睡眠を得るようにというような形になってるんで、ね、あのー、試合の合間に寝ていることを理由にして、やっぱり買っちゃダメだと思います。あとは、頭の中の行き先ですね。で、 その内容自体を未来の時間軸で今日の試合の中で言葉のワードを組み上げているその内容をえ昨日の試合の VTR が流れている時にえソフトバンクの選手は聞いていて取ってしまってるんですよだちょっとこの世の中めちゃくちゃ過ぎますんであともうこの辺の書いた文章とかもすぐに消されたりだとか、まあ、他の文章とかもそうなんですけども、あのー、まあこの辺のところの えー、内容のものとかも、えー、すぐに消されています。まあ、この日本時間の0時で移るから、えー、9時までスポーツの勝ち負けお断りですっていうことにしておけば電波でごちゃごちゃ言ってこられないかって言うかと思うじゃないですか。だけども本人の任意性が全然ないんですよ。この文章消されてますから丸ごと。もうめちゃくちゃです。